それでは次は昭和の不動病条約を改正しよう、失礼しました。沖縄県第2区和田智久のなんでやねんです、どうぞ。皆さんこんにちは。沖縄の第2区、まあ、中部ですね、本島の中部からやってきました。実は現職の琉球大学の工学部の教授なんですね、これがまたね。ニックネームがありまして、ファイヤー和田というふうにやっております。実はね、このニックネームは20年前に教授になるときつけたんですよ。その時に実は一番おもろい教授になったろうと思ってつけたんですけど、今は一番頑張るサナデーと教授になろうと思ってやってます。今日はね、沖縄に住んで思ったことです。私の周りに米軍基地いっぱいあります。僕ね、アメリカ人嫌いじゃありませんから、米軍基地もたまに入ってってね、安いピザ食ったりもしてましたからいいんですよ。しかしながら、ね、つくづく思うのは、日米同盟って言葉、これは絶対に嘘です。なんでねんです。これは同盟って言ったら仲良くすることでしょ、対等に。違いますよ。今でもね、私たちは不平等な条約があるんです。これね、日米安保条約ができたと同時にできた日米地位協定というもんなんです。ご存知でしょうか。不思議ですよ。これアメリカの軍人、パスポートなしに日本入ってこれるんですよ。え、不思議でしょ。それとね、アメリカ人がちょっと犯罪を犯しても、この辺の普通のとこでね、公務中と言ったらもう警察捕まえられないんです、実は。そして普通はね、大使館の中だけはまあアメリカでもいいですよ。基地全部アメリカやしね、東京で言ったらね、もう東京の上空の全部空域、横田空域、これ一棟たくさんの県入ってますよね。これ全部アメリカが管轄してるんです。これでその下に日米合同委員会ってやつがあって、米軍が霞が関官僚と打ち合わせしてアメリカの方針を決めてるらしいんですよ。許せません。なんでやねんですよ。僕ね、実はアメリカも留学してましたから、アメリカ大好きです。僕はカリフォルニアにいました。大好きです。だからこそ言いたい、アメリカにも言いたい、日本もアホちゃう、ちゃんとやる政治家も出せる、選べば。だからまともな政治家を選んで、五分と五分で協力して交渉して、今までの不平等条約を撤廃して、新たなね、本当の希望の同盟を作ろうじゃありませんか。参政党で。本日はどうもありがとうございました。ファイヤーです。ファイヤー和田国政改革委員でした。違う、はい、はい、では